血を吸うカメラいかがでした？これ最初変態殺人者の話なんだと思って見てると、実は映画についての、映画に取り憑かれた男の話に途中からなっていくんですよね。これ面白いなと思いますね。これ主人公が持っているカメラはですね、ベル&ハウエルという会社がその当時出していた16ミリカメラなんですけども、このカメラはすごく重要なカメラなんです。あの世界の映画の歴史にとってね。どうしてかというと、これすごく小型だったんですよ。でレンズがこう回転式で変えられるんですよ。だからこんなにちっちゃいのに立派な映画が撮れるんですよ。それだけで一人で映画が撮れちゃうんですよ。だからそれまで映画のそのカメラというのはもうこんなでかかったんですね。でこんなでかくて身動きが取れなくて三脚に乗せて撮ってたのね。でレンズなんかも取り替えるの大変だったりしたんですけど、このちっちゃいカメラ16ミリカメラができることで、どこへでも一人の人間が突っ込んでって映画を撮れるようになったんですよ。でこれが映画を変えるんですよ。まずその頃のドキュメンタリーフィルムはこれで撮られてるものが多かったです。だからゼンマイで動くんで、もう電源もいらないんですね。でどこ行っても撮れるんですよ。でまあ突撃して撮ることができると。それとちっちゃくてまあこんなもんですから、どこでも持っていけるから、ゲリラ撮影にも使われました。でフランスのヌーベルバーグの映画というのは、手持ちのその16ミリカメラによるゲリラ撮影がすごく有効に使われているんですけれども、この映画で撮られたものも多いですね、ヌーベルバーグの映画では。だから映画史をすごく極端に変えて、それまでのスタジオ撮影所の、まあ莫大なお金を使って、まあ、大変な機材を使って撮るという時代から解放されて、映画は軽く自由になっていったんですけども、そのカメラを使ってるんです。でもこの映画では主人公はですね、それを変態的な映画を撮ることに、まあ使ってしまうんですけども、ただ彼自身も映画マニアであることはすごくはっきりと描かれていて、ディレクターズチェアを持ってるんですよ。監督でもないのに彼は監督のつもりなんですよ。で殺人はしてるんだけれども、自分は素晴らしい殺人フィルムを撮るんだというふうに取り憑かれているんですね。で女性のまあ女優をね、殺人フィルムに撮影する時も完全にもう演出家気取りで、そうじゃないよみたいなこと言って撮ってるんですよ。でもこの人はカメラを持たない時はものすごくおとなしくて、ね、女の子と話もできないような人なんですよ。ところがカメラを持つと突然、ほらそうじゃねえみたいな感じなんですね。怖いですね。こういう人いっぱいいますね。本当に業界にいっぱいいますよ。で、それこそ AV とか撮ってる人なんかに結構多いのは、もともと童貞で AV 業界に入って、で女の子と話できなかったような人がカメラ持って、それこそハメ撮りとかやってるうちにどんどん凶暴になってくって、凶暴じゃないんですけど、でそういう風になってくって、カメラは人を変えるんですね。これはカメラが人を変えるって話なんですよ。これでマーティン・スコセッシ監督がこの映画はすごいと言ってるのはそこなんですよ。彼はカメラに操られているんだと、主人公は。カメラを持たなければそんな人ではなかったんですね。で、なぜ主人公がカメラを持つようになったかというと、父親なんですね。父親が恐怖というものが人間に与える影響について、自分の息子を主人公ですね、実験台にしてモルモットにして実験していて、それを16ミリフィルムに収めていたんですね、その映像を。あのカメラは父の形見なんですよ。で息子はそのすごい怖い目に遭わされて、それを撮られていて、まあ、恐怖の実験をされていたんですけれども、父親が死んだ後、自分自身がその父親の形見であるそのカメラを持って、もっと恐ろしい殺人フィルムによる実験を繰り返していくという、そのカメラ自体が一種の父として主人公をコントロールしていくという話なんですね。でこれがヒッチコックの最古の2ヶ月前に公開されたということは非常に重要で、ヒッチコックの最古は主人公がですね、アンソニー・パーキンスを扮する気の弱い主人公が母親に完全に支配されて育って、でその後、母親が死んだ後もある誰か女性を好きになって性欲が増進すると、心の中にいる母親が彼の精神を乗っ取ってその女を殺すっていう、人の話なんですね。全く同じなんですよ。これ2ヶ月の間を置いて
父親に支配されて変態殺人をする、性欲の代わりに人を殺す、で特にこのカメラに尖ったものをつけてペニスの代わりにそれを女性に突き刺すことでもってセックスの代償行為をするという主人公が、その2ヶ月後にヒッチコックの最後で母親に支配されている男が性欲を感じるとペニスの代わりにナイフを突き刺すと、女性にという映画が2ヶ月おきに公開されたんですね。これ当時この2本連続して見た人はどんな気持ちになったんだろうと、どんな気持ちになるんだろうなと思いますけどねえ、あ、すいませんねえ、すごい時代だなと思いますよ。はい、ですごくよく似た映画なんですよね。で、ヒチコクの最後の方も女性を覗くっていうシーンがあるんですけども、まあ変態の扉を開けたというね、ウェルカムみたいな世界ですね、ようこそ変態の世界へっていうね、なんかそういう時代があったんですね。はい、それは怒る人は怒りますよ。はい、じゃあなぜヒチコクの方は問題にならなかったか、これはね明らかな理由があります。血を吸うカメラは普通に試写をやっちゃったんですよ。アメリカとかイギリスでは公開のその直前に試写をやって、で公開日に新聞とかにその批評が載るというパターンなんですね。だいたい3日とか4日前に試写をやるんですよ。3日か4日前までにね。で普通にやったんですよ、血を吸うカメラは。下見た人が怒って、新聞にこんな映画許せねえと、ね、なんで主人公はいい人なんだ、ね、こんな変態殺人者をまるで共感が持てるようにね、観客の友達のように描いてる、こんなものを許せるかって形でもうめちゃくちゃ叩かれたんですけど、ヒッチコックは試写やりませんでした。はい、で批評は一切出ませんでした。それはどんでん返しのところを知られたくないっていうのもあったんでしょうけども、まあもう一つはあまりにも内容がぐちゃぐちゃだからね、見せとくと問題があるっていうのもあったかもしれませんよ。でもそれは成功して、批評家がいくら叩こうがもうすでに大ヒットしてるんですよ、最高は。どうしようもないね、そういうこともあります。はい、映画批評家としてはですね、試写やらないのは困ったもんだと思いますけども、はい、ということだったんですね。なぜ最高は問題にならないかというと、試写やらなかっただけなんですよ。はい、で血を吸うカメラの方はもう大問題になっていって、まあ、マイケル・パウエルはイギリスでは活動ができなくなって、映画監督としては、でニューヨークに行ってですね、まあ学校の先生をやったんですね、ニューヨーク大学で。でその教え子がマーティン・スコセッシでした。はい、でマーティン・スコセッシはその最初の映画を、まあ、学生映画みたいな形で撮り始めた時に、その編集、フィルムの編集者としてそのマイケル・パウエルの奥さんのセルマス・クーンメーカーさんを、まあ、編集をお願いしたんですよ。でセルマス・クーンメーカーさんはその後も、今もアイリッシュマンでも確か編集をやってると思いますけど、ずっとそのマーティン・スコセッシの映画の編集をやり続けるということになりましたね。だから師匠の奥さんなんですけどね。はい、この血を吸うカメラという映画は公開から20年近く経った1979年に再上映されました。初めての再上映でした。それはニューヨークでマーティン・スコセッシがやったんですよ。マーティン・スコセッシはその頃もすでにタクシードライバーで、まあ、有名な監督になってたんで、この血を吸うカメラという映画はすごい映画なんで、これが封印されてるってことはあまりにももったいないからみんな見てほしいと言って、上映したんですね。したら今度はすごい高評価で、みんなこの映画はすごいというようになったんですよ。はい、でマーティン・スコセッシ自身はですね、この映画に非常に影響を受けています。で例えばタクシードライバーの中で主人公のロバート・デ・ニーロは全く女性と話ができないのに、で、まあ、セックスもできないんですけれども、ポルノ映画を見に行って、ポルノスクリーンに映ったポルノ女優に対して拳銃で撃つっていう真似をするんですね。であれはマグナムで撃つっていうことを意味してるんですけども、あの場合のその女性を拳銃で撃つというのは、この血を吸うカメラにおいてその自分が撮影したその女性の、まあ、殺す瞬間の映画を見るっていうのと、あとペニスの代わりにそのカメラについて刃物を突き刺すということで、すごく似てるんですね。タクシードライバーにおけるその性的不能感とその代償としての殺人行為という描き方が、はい、でまあそう聞くと非常に恐ろしい話なんですけれども、マーティン・スコセッシはこの映画はもっと恐ろしいのは、その殺人、変態殺人そのものよりも恐ろしいのは、主人公がだんだん映画の出来を気にするようになってる点だと言ってるんですよ。
でスクリーンに上映する女性が死ぬ瞬間の映像を見ながらですね、これちょっと光の量が足りない、ここちょっともうちょっとこうするこうやって照明を当てればよかったとか言うんですよ。そうすると彼は最初はセックスの代わりに殺人フィルムを撮ってたのに、そのうちそれ自体もどうでもよくなって、優れた殺人フィルムを完成させるという欲望が最大になってくるんですよ。でそのシーンについてスコセッシは、僕もこうやって映画監督やってると、もう人の気持ちとかまるで考えないで、このシーンをかっこよく撮りたい、それ以外何も考えなくなるって言ってるんですね。で何もかも踏みにじってもいいから、このシーンをかっこよく撮るんだっていうことに取りつかれていくと、その時恐ろしい人間になってると、そういう気持ちを描いたのがこの血を吸うカメラなんだと言ってるんですよ。それが一番恐ろしいことだと、まあ、これは面白いなと思いますね。本末転倒したわけですよ。最初は変態的な欲望でやってたのが、でそんなものはどうでもいいで最後はその完璧な殺人フィルムを完成させるために、自分がそのカメラに殺されるという、まあすごい、まあどうかしてる映画ですね。はい、これは怒る人もいるわなというね。まあでもね、映画というのはどうかしてる人もいいよねっていうところで作るものなので、でまあね、彼もね、人さえ殺さなきゃいいやつなのに、友達になれそうなのにというね、でそういうところで、まあ面白い映画だなと思いますね。はい、ということでマイケル・パウエルの血を吸うカメラですけども、これもまたとんでもないですね、世界の巨匠の黒歴史シリーズでした。はい、ということで、またのご来店をお待ちしています。